こんにちは、ショイアンでーす。本日はこちら、ザックプラくんでーす。もうね、新年早々のね、動画で、ガンプラ以外のプラモもどんどん作っていきたいとか言いながら、ガンプラが続いております。まあね、しょうがないんですけどね、タイミング的にね、欲しいやつがゲットできたりとか、注文してやったやつがね、忘れた頃にこうやって届くのでね、ちょっと続いてしまいますが、今回はこちらのザックプラくんをやっていきたいと思います。で、今回のね、このザクプラくん、伊藤園さんとコラボレーションということで、まあ、素材としてはね、ガンプラくんと同じ、この、ライメックスっていう、エコな素材を使われているんですけれども、そこにね、さらに伊藤園さんの、多いお茶の 600ml のペットボトル2本分のね、生産時に出た茶柄を混ぜ込まれているということで、この一つのキットに、そのペットボトル2本分の茶柄が使われているということらしいです。なので、なんと、この、ザクプラくんのキット、お茶の匂いがするプラモデルです。想像がなんかつかないんだけどね、プラモデルってお茶の匂いがするって。だからここにもね、お茶のマークじゃねえ、写真がね、載ってるんですよね。もうどんなんだろうね。まあ多分ちょっとほのかにする感じなんだろうけどね。早速ね、ご開帳していきたいと思います。はい、それでは、ご開帳はい、それではランナーですね。こちらから A1、A2、ランナーは2枚です。そして、組み立て説明書となっております。でね、本当にね、これ、お茶の匂いがするんですよ。結構ね、いい香りがします。ではね、早速作っていきたいと思います。はい、それではザクプラくんの完成でーす。はい、ではザクプラくん完成しましたが、非常に可愛らしいこの二頭身。武器もね、ヒートホークとザクマシンガンと、あとバズーカーがね、ついております。好きにね、選んで取り付けることができまーす。こちらね、ライメックス使用してるということで、折れやすいので、まあ、ほぼディスプレイ用です。下手に動かすと折れやすいのでね、前回のね、このガンプラクの時もそうだったんですけど、非常にね、ライメックスって繊細な素材なので、ちょっとしたね、衝撃でポキッと折れやすいんですよね。なのでね、このように2体可愛く並べて飾っておきたいと思います。はい、それでは今回こちらザクプラくんを作ってきました。めちゃ可愛くないですか、これね。もうね、撮影しながらでも、パーツがシンプルなので、30分で終わりました。で、まあ、限定商品なので、まあ、しばらくね、再販とかはないかなとは思うんですが、見かけたらぜひ、ゲットしてみてください。ガンプラくんはね、結構まだ今、どこの店舗行ってもね、売ってますので、2台並べると、ほら、可愛くないですか、こうやってね。シリーズでどんどん増やしてほしいですね。ぜひ。で、冒頭にも言った通り、お茶の香りがするって言ったじゃないですか。で、結構ね、しっかりします。ほのかにお茶がね、香るくらいかなと思ってたんですけど、匂い嗅いでみたら結構ね、しっかりお茶の匂いがします。で、ちょっとね、気をつけなきゃいけないことがあるみたいで、ネットでね、ちょっと見たんですけれども、その、
サガラを使ってるせいか、湿気に弱いというか、湿気に気をつけないと、どうも、カビが生えるとか生えないとか、あるらしいので、ちょっとね、サガラ、ところ、除湿して、湿気ね、対策しないと、ひょっとしたらね、カビが本当に生えるのかもしれないですね。ちょっとね、また生えたら生えたで報告します。はい。ということで今回はここまでとなります。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ショウヤンでした。またねー。